いや、どうも。長所殿、どうぞ。あ、いやいや、もうとんでもございません。この手の傷は、馬に揺られて怪我をしまして。それは大変でしたな。危ない世の中ゆえ気をつけねば。公宿の徳ならこの乱世も平和になり天下も収まりましょう。いや、時に公宿は慶州のほかにいくつの軍をお持ちですかな。あ、いや、慶州は東吾の領地、御主君は借りておるだけでして、早く返せとたびたび催促を受けています。東吾は6軍81州を持ちながらまだ足りぬとでも。我が主君は官の公主君なるも衆軍を持つことができぬ。逆賊が力に物言わせ土地を我が物としておる。困ったことです。宝刀、そういうことを言うな。劉備に何の得があって土地を我が物にできようか。公宿は官室に連なるお方、人徳も厚く、衆軍を持つどころか天使に代わって帝位に就かれてもおかしくありません。長所殿、何を申される。この劉備、そのような考えは持っておりません。いや、明日ここを立つが、心からもてなしてくれたのか、下心があったのか、もう一度よく観察しよう。聖戦にとっても私にとっても幸いであればよいが。ああ、劉備殿、お見送りはここで結構でござる。この度は3日もむさ苦しい我が屋敷にお泊まりくださり感謝しております。さあ、この杯はこの劉備が長所殿をお慕いする気持ちから。長所殿は博学で素晴らしい才を持たれ、この劉備、まことに敬服いたしました。これは貴公の大志。私の志にか。傷の手当て、まことにかたじけない。この最後の杯は道中の無事をお祈りするもの。果たしていつまたこうして無事にお会いできるか、この乱世では分からぬゆえ。御主君、そろそろご出立の時間です。お、まだ手の傷が癒えておられませんな。この劉備が馬にお乗せいたしましょう。
いや、少将殿、さあ少将殿、さあ。何をなされる。早くお立ちください。このように仁義厚い主君に私もお仕えしたいところですが、そういうわけにもいかぬ。ただ申し上げたいことがござる。ご迷惑でもぜひお許し願いたいと思うが。お教えくだされ。私の見るところ慶州は水陸の要害ではあるが、東に孫権が控え、北には曹操、常に狙われ、それほどの惜しい土地ではございません。ああ、それは分かっておるが、天下広しといえどもこの劉備には他に身の置き場がない。益州は土地も肥沃で民も裕福、才のある者は以前より劉備殿をお慕いしております。慶州の軍勢をもって西へ向かわれれば、天下統一も官室の最高もなりますぞ。まあ、その気持ち誠にありがたい。しかし劉将殿も官室の一門であるゆえ、その両